じゃあ海外の売れ行き、完売タイムを見ていきたいと思います。今週はシプリーム24年 SS シーズンのウィーク11ですね。シプリーム30周年記念ウィークとなっております。えー、海外ではもう発売となりましたので、海外で人気だったアイテム、それから完売タイムが早かったアイテムなどをチェックしていきたいと思います。また動画の後半では着画もこの動画の中で一緒に見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。 はい、こちらはシュプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。えー、ということで、海外での売れ行きチェックしていきたいと思います。今週はシュプリーム30周年記念ウィークということで、いろいろ注目アイテム多いですね。えー、海外ではどの辺のアイテムが人気だったのか見ていきたいと思います。まずはシュプリームのヨーロッパから、えー、完売タイムから見ていきたいと思いますけれども、えー、デニム。 アーチジャケット、パープルが一番早いですね。16.5秒。パープル数少なそうですね、えー。やっぱりアーチのコーチジャケット、人気になっております。EU で。えっ、ー、と、それからネイビーも26秒とかっていうタイムになっていると、えー。それからバギーショーツのライトオリーブ。それからサドンデスのフットボールジャージ、えー。ホワイト36秒っていうタイムが出ております。えー、ウェブバーシティジャケット、ブルー56秒。 あフットボールチャージも結構人気なんですね。この辺でティールとかホワイトとかブラックとか1分前後。えー、結構早く売り切れになっているとえ。それからジュールパンスのクッション、えー。これが75秒前後でマルチカラーとブラックともにソールダウトになっていると、えー。そして今週は30周年記念ウィークということで記念ティー出ますけれども、ファーストティー,、えー。ホワイトがやっぱり一番人気になっていて、一番早くてもでも83秒とかっていう感じのタイムになっているので、そんなに早くないかな。 コーチジャケットは、えー、パープル、それからネイビー、そしてオリーブブラックとかっていう順で、えー、人気になっている雰囲気ですね、えー。それからボックスロゴニュエラも出ます。90秒ぐらいからウッドランドがまず売れているというような感じになっておりました。えー、記念ブック、えー、コレクションブックですね。これは120秒。まあ、そんな早く完売にはなってないですね。T シャツも、えー ホワイトがこの辺でパラパラっと売れてますけど、だいたい2分ぐらいです。120秒前後。えー、アーチジ,ジャケット、アーチのコっチジャケット、イエローは少しゆっくりめに売り切れになっているという感じでした。でも結構タイムいろんなアイテムが入ってますね。なので、まあ、売れ行き良かったんじゃないかなという感じです。 え売、ー、状況を見ていきたいと思います。まず、バーシティジャケット、これ残ってますね。えー、ブルーが、タイム1個入ってましたけれども、残っていると。そして、コーチージャケットは、全カラーソルドアウト。えー、EU でも人気になっていると。それから、えー、モザイクレーンシャツ。これは売り切れ。アワーレディのワークシャツ。これも人気ですね。これタイム入ってたあこの下の方に結構入ってるんだ。えー、だけど、全部カラーソールドアウトになっております。結構下の方で。 売れれておりますけれどもブラック、それから、カーキー、グリーンは、タイム的にはそんな早くはないけど、前からソールダウト、えー。そして、ラップドフーディー。あ、これも人気ですね。これも前からソールダウトになっていると。そして、ドッグスフーディー。これは残ってると、えー。フットボールジャージ。これも人気になっておりました。前からソールダウト。それから、ファーストティー。 これも前からソールドアウトになってますね。そんな早く完売になっておりませんでしたけども、ホワイトが一番早かったと、それから、その他は、ホワイト以外には何か入ってんのかな。あ、ネイビーとかブラックとか、やっぱダーク系のカラーが人気になっていると。えー、そして、えー、ラップド、スウェットパーツこれ残っております。レザーショーツが売り切れ、えー、デニムショーツは、ブラックが売り切れですね、バギーショーツ。 え、それから、ニューエラの、ボックスロゴニューエラえ、これは、ウッドランドカムのみがソールドアウト。あと、レッドも、ウッドランドカムとレッド。この2色がソールドアウトになっていると。ヨーロッパではそこまで、えー、これ、MLB のニューエラそこまで人気になっていないという感じですね。シアサッカーの、え、スロゴキャップ、これ残ってる。それが、スクリプトシックスパネル残ってる。と、バラクラマも残っております。で、コレクションブックはソールドアウト。そして、 ジュールパンツのクッション売り切れ。ウェーブピンというのが今週出ますけれども、赤と黒で。これも残っているというような状況でした。30周年記念のアイテム売り切れになってますね。あと、クッション、それから、えー、フットボールジャージとラップドフーディー、それからコーチジャケット、アワレディのワークシャツ、それからモザイクレヨンシャツ、この辺が人気になっていたと。US。 US の方も見ていきたいと思います。まず完売タイムから。えー、コーチジャケット、US ではオリーブが早いですね。EU ではネイビーが早かったですけど、オリーブはどんなオリーブブラックはそこまで早くなさそうですね。EU だと。US だとオリーブが人気になっていると、パープルよりもオリーブが先。そしてネイビーブラック、このあたりも人気ですね。オリーブ14秒。最速のタイムです。えそれから、モザイク S s シャツなんかも入っているし、えフットボールジャージも入ってますね。 ブラック、ホワイト。えー、とかって乗っております。ニューエラ、をドジャースが、LA ドジャース早いですね、ニューエラ。47秒。アメリカでも、大谷君フレーバー,、えー、フィーバーが来てるんですかね、えー。ダークロイヤルのドジャースカラーがかなり入ってますね、タイムに。えー、そしてジュールパンスのピーロー、89秒、えー。ニューエラは、この、ドジャースが US で売れてますね。 大谷選手の影響あるんでしょうかね、US でも。え、それから、ウッドランドカモ。この辺が100秒ぐらいで売れていると。そして、ウェブバーシティジャケット、ブラック、ブルー。そして、コーチジャケット、パープルは、え、EU とは逆で、パープルは下の方ですね、むしろ。え、2分前後といったような感じ。え、とかってなっております。え、ニューエラ。え、この辺で。 ヤンキースとか、ブレーブスとか、その辺、ホワイトソックスとか、その辺も空いてきていると。だいたい200秒前後ぐらい。とかっていう感じになっておりました。カン状況を見ていきたいと思います。まず、ウェーブバーシティジャケット、これは残ってると。コーチジャケット、これやっぱり前からソールドアウト。レイオンシャツ、これもソールドアウト。そして、ワークシャツ、これも人気になっております。同じですね、いうとね。ラップドフーディ、これも売り切れ。ドッグフーディは残ってる。フットボールジャージー売り切れ。 30周年の記念ティー。これ残ってますね。EU は前からソルダウトでしたけど。これは US 残っております。ま、サイズ掛けはもちろんあると思いますけれども。前から残ってると。ラップドスウェットパンツ。これ売り切れになってますね。US で。そして、レザーショーツ売り切れ。バギーショーツはブルーとブラックの定番カラー。これが人気になっていると。そして、ニューエラ。 ボックスログニューエラーはあーぜ、ほぼ全部売り切れですね。このオレンジの、これなんだっけ、えー、タイガースか、デトロイトタイガース。このオレンジカラーのみ、えー、残っていると、まあカラーリングで多分残ってるんでしょうね。チームが人気かどうかっていうよりも。でも、一番人気はあのこの US ではドジャースの、LA ドジャースのロイヤルブルーでした。日本でも多分このカラーが一番人気になってきそうだと思います。 あと、ウッドランドとか、ブラックとか、ネイビー。え、この辺も人気でした。US で。え、そして、シアサッカーの S ロゴ残ってる。スクリプト残ってる。え、バラクラババラクラバは、スノーカモとブラックが売り切れ。え、コレクションブック売り切れ。え、クッション売り切れ。ナイフ売り切れ。え、ウェブピン売り切れになっていると。あ、ナイフ、EU でナイフリリースなかったんですね。EU はナイフリリースなし。 国内はリリースありの予定になっています。ということで、EU、US ともに売り切れになっていたのは、コーチジャケット、モザイク、レオンシャツ、そしてワークシャツ、そしてこのラップドフーディ、フットボールジャージそれからレザーショーツ、そしてニューエラのカモとレッドとか、そのぐらいですね。コレクションブックと、あとアクセサリー類。 えー、クッション。この辺が EU、US ともに売り切れになっていたということで、えー、チェックしてまいりました。まあ日本でも大体同じようなパターンになることが多いですね、えー。特に注目はやっぱりコーチジャケット、それからこのワークシャツ、そしてフットボールジャージ、えー、それから30周年の記念ティー、それからニューエラ、ボックスロゴニューエラ、この辺がやっぱり人気になってくるかなという感じになっております。それがアクセサリー類ですね。 多分このクッションも数少なそうですね。あとナイフも結構人気になりそう。えー、ということで、後半着が見ていきたいと思います。えー、今週は30周年記念ということで、えー、記念 T 出ますけれども、えー、T シャツに T シャツをプリントするというマルジェラ以来、えー、そのパターンが、えーまあ、2回目ですけれども、 えー、今回は T シャツをちょっとちっちゃめにプリントしてるんですけど、えー、でも着眼見るとあれですね。あの、アイテムガザーで見た時よりかは大きい感じですね。もうちょっとちっちゃいのかなと思ったんですけど、結構、えー、大きめですね。T シャツが <laughs> プリントされてるっていうのがわかる感じですね。えー、今、これはブラックかなブラックかネイビーかっていうカラーですけども。 ブラック、T シャツ、シプレームの T シャツはブラックも人気になりますけれども、やっぱりでも記念 T とか、そういうのはホワイトが人気になるかなという感じです。えー、EU でもホワイト結構早く完売になってましたね。まあ、ホワイトが多分一番人気になりそうですけれども、ブラックとかネイビーとかその辺のカラーも結構人気になりそうだ。特にブラックかな。あとこれはカーキカラー。えー、なんてカラーも出ます。 えー、バックには30周年記念の、えー、プリントがしてあると。これ20周年とか10周年時もしてありました。えー、記念のマークですね。あ、これ10周年のやつも重ねて出てますけども、10周年時もしてありましたね。その同じ、えー、プリントがバックのネックのところにしてあると。えー、あとコレクションブックが発売予定と。これはもう何度も見てますんで、まあ簡単に見ておけばいいかなという感じです。まあ着画っていう感じでもないですので。 えコレクションブック発売予定。やっぱりこれもおそらく数はそんなに多くないんじゃないかなと思います。まあ、店舗でこう、出てる在庫を見ても多分20個ぐらいしかないんで。まあ、そんなもんかなという感じですね。なので割と激戦になるかもしれませんけどもみんながみんな狙うかどうかっていうのはちょっと謎わからないところがあるので、えオンラインでは もしかしたら、あそこ完売まではいかないかもしれないですけど、まあでも完売にはなるでしょうね。え、そして、レギュラーアイテム。レギュラーアイテムも、さすが30周年記念ウィークということで、非常に注目のアイテムが多い、多いですね。え、まずはバーシティジャケット。これね、あの、もうちょっと早く、早い段階で出てればすごい人気になったと思うんですけども、なかなか結構あったかくなってきて、 もう日中は T シャツでいいぐらいの状況になってますんで、なかなかこういうあの、重衣量動きづらくなってきてますね。EU、US ともにえ完売まではなっていなかったということで、まあ非常にいいアイテムですけどね。今買うと、まあ即着れないんじゃないかなという感じの雰囲気ですので、えー、非常に。 いいアイテムですけれども、まあし、しばらく寝かせるような感じになるので、まあ売り切れになるかどうかっていうのはちょっとわかりませんけれども、まあ、狙っていく人はそんなに買うのは難しくなさそうですね。えー、バッシーシティジャケット。それから、コーチジャケット。こっちの方が人気になっておりました。まあこれはまだ使えるアイテムですので、朝晩、まあ特に夜なんかまだ冷える日もあるので、 涼しい日もあるので、結構使えるんじゃないかなと思います。まあ、これは、あの、デニムの1枚の、え、コーチジャケットなので、まあ、ちょっと羽織るのに、ちょうどいいですよね。えー、ブラック。から5色出ます。そしてこれがオリーブですね。オリーブカラーもかっこいいですよね。US ではオリーブ人気でした。えー、そしてネイビー。ネイビーも注目ですね。ルックブックで使われておりました。ネイビー。赤いアーチロゴっていうのが、非常にインパクトがあってかっこいいですね。えー、ネイビーね。それからパープル。 EU ではパープルが人気でしたね。少しおしゃれな感じがしますね、パープルは。パープルから非常に鮮やかなカラーです。それから、イエローという黄色も出ます。黄色も可愛いカラーですね。こちらも公式の画像として発表されておりました。何色いこうかなという感じですけども、まあ、まあ、多分人気になるのはオリーブとネイビー。 うん、それからパープルは数少ないかもしれませんね。あと、ま、無難にブラック。日本ではブラックやっぱり人気が高いので、ブラックも結構早く完売になるかなと。パープルとイエローは結構数少なめっていう感じなので、もしかして場合によっては早く完売になる可能性はあると。えー、そしてフーディー類なんかが発売になります。このラップのフーディーっていうのも結構人気でしたね。やっぱりこう分かりやすくロゴ、割,割とロゴ大きく入ってるので。 え、それからハーフジップなのか、これ。ハーフジップっていう結構珍しいデザインになっていると。えー、ということで、こちらアイテム画像です。え、それからスウェットパンズなんかも貼っていると。この、くるむような感じにロゴが入っているというのがデザインの特徴ですね。え、それからモザイクレイオンシャツ、SS シャツ。これもいいですね。バックのロゴ、シュプリームというロゴが入っていると。 ブルーで爽やかですね。夏とか春っぽい感じのイメージのシャツ。レオンシャツ。これも人気になっておりました。これも日本でも注目のアイテムです。それからレ、ワークシャツ。ワークシャツも発売になると。これも注目アイテムですね。ゴッドブレスシュプリームって書いてありますけど、ここ刺繍で、テキストは刺繍で、周りのこのマリア様はこれプリントという形になっていました。ですので、まあ、全部が刺繍ではないですけど。 え、刺繍とプリントになっているというバッグ。カラーは3色。カーキとグリーンと、あと、ブラックで出ますけども。何色が人気になるんでしょうね。す、え、べ、ー、てのカラー人気になっておりました。カーキカラーも結構いいですね。ブラックも結構かっこよさそうですけど。あと、まあ、ワーカーの、ワーカーグリーン。えー、その辺の3色が出てくると。それからフットボールジャージ。これも人気になっておりました。えー、人気のアイテム多いですね、今週は。 ジャージー前は、えー、スポーティーなジャージーですけど、バックにロゴしっかり入ってるというデザイン、えー。シュプリームというロゴですね。それから正常キーも入っていて、かっこいいですね、これね。えー、ホワイト、それからブラック。ブラックは黄色とのツートンからなってると。あとグリーンですね。グリーンはホワイトのツートンになってるという感じのアイテム。えー、それからショーツ。 レーザーショーツが出るよと、高級感がありますね。結構5万円ぐらいする、えー、高級品ですので、まあ、非常に高級感のあるショーツに仕上がっていると、えー。それから最後、小物類、アクセサリー類見ていきたいと思います。まずは、キャップ、えー。このボックスロゴニュエラ、非常に注目のアイテムですけれども、まあ注目の理由はやっぱり何と言っても、あの、ドジャースの大谷選手の活躍っていうのが、まず、ベースにあるんじゃないかなと思います。日本ではこの、 ドジャースカラー、ドジャースのロイヤルブダークロイヤルが一番人気になってくるかなという感じです。それからブラックのホワイトソックスとか、あとネイビーのヤンキース。こちらも注目カラーになっていると。それからジャイアンツのウッドランドカモン。この辺も人気のカラーですね。カモ柄のニューエラー結構毎回人気になっています。それからレッドのアトランタブレイブスか。それからこれがタイガース。 デトロイトタイガース。え、オレンジっぽいカラーですけども。まあ、おそらくこのドジャースが割と早い段階で、かなり早い段階で完売になる。これはもう間違いなく激戦になりそうですね。えー、ということで、えー、ニューエラ見てまいりました。えー、それからアクセサリー類はナイフ。えー、それからクッション。クッションか、すごいですね。豪華な感じですね。えー、ジュールパンスというフランスの、えー、ブランドが手掛けている クッション。非常に豪華なイメージですけども。それから、ブラックはモノトーン。レッドはマルチになっていると。レッドのが少し、完売タイム早いのかな。マルチカラーです。レッドは。そして、ピンズも、ウェーブピンというピンズも出ます。ブラックとレッドで、ピンズ。これはもっかも、完売は、にはなってきそうなアイテムということで、着画を見てまいりました。 まあ、注目のアイテム非常に多いので、少しばらけるので、まあ、もしかしたら買いやすくはなってくるかもしれませんけれども、今見たボックスロゴニュエラのブルーとか、あと、コーチジャケットあたりは結構厳しそうですね。それから、記念 T、ホワイトがどのぐらい早く完売になるのか、これちょっと読みづらいですね。 あの、ボックスロゴ T とか、えっ、ー、と、まあ、ケイトモス T10 周年出ましたけども、そういうアイテムとは違うのでつ、えー、30周年記念なので欲しいっていう人が結構多いんじゃないかなという、えー、アイテムで、通常週で出てればそこまで人気にならない T シャツなのかもしれませんので、どこも、ちょっと読みづらいんですけれども、ホワイトは多分に一番人気になってくるかなという感じで、えー、どんな展開になってくるか楽しみですね。 注目のアイテムが多いウィークイレ11、着画、それから海外の売れ行きチェックしてまいりました。じゃあこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。